ご主人、ダメなキャットを許すがよい。カカオマスが、カカオマスが、カカオマスを切っていると涙が止まらぬ。愛とは甘く苦くカレーにも使えるもの、つまり玉ねぎのようなものなのだな。だが結局は私の勝ちと愛なった。このスペシャルな一品を受け取ってほしい。そしてこのあからさまな造形について感想を聞きたい。うむ、まさに私を食べてと言わんばかりのチョコなのだな。ところでご主人、私以外のたまもからチョコとかもらってないか。もらっていたら第三次大戦勃発、たまもを殺してたまもも死ぬという新機軸のドラマが始まるのだが。よし、その気配はなさそうだ。しかし他の女子からのチョコはほどほどにな。キャットは寂しさがアップするぞ。いらっしゃいませ。応援しています。おや、セイバレンタインデーのチョコレートですか。確か日本ではそのような風習なのですね。もちろんありがたくいただきます。ちょうどよかった、私からもマスターにプレゼント。今回の召喚では連れてこられませんでしたが、私の愛馬はベイヤードという馬でして、祝福を授かったかの馬はどんな攻撃でも一度だけ弾き返す、そういう特性を持っています。こちらは彼のたてがみを少し分けてもらってアクセサリーとして加工したものです。マスター、旅には常に危険が伴います。もちろんそのためにサーヴァントがいるのですが、彼らですら手の届かぬ不運が生じることもありましょう。その際このたてがみが守ってくれるようにと我々が祈りを込めました。え？ああ、私とジャンヌ・ダルク殿。自分は成人ではないと多少嫌がっていましたが、マスターのためならと天草四郎殿、マルタ殿、現状三蔵殿、ああ、それからなぜか清姫殿も申し訳ありません、冗談ですよ。どうぞお受け取りください。いいえ、こちらこそ大変良いものをいただけました。